和風は、アメリカ海軍の潜水艦、タング級潜水艦の一隻。艦名は、フロリダから、西インド諸島にかけて生息する、ダークブルーの大色を持つ、食用魚カマスサワラにちなむ。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦27番艦以来4代2隻目。初代潜没直後に、天地級潜水艦で2代目と3代目が、相次いで計画されたが、 終戦に伴いキャンセルされた。和風は1949年10月24日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1951年10月16日にハリー・ブリュー・ヒル夫人によって命名、浸水し、戦没者追悼記念日である1952年5月30日に艦長友人 P ・ウィルキンソン中佐の指揮下収益する。 英領西インド諸島での成長及び、ポーツマス海軍造船所での成長後修理の後、和風は1952年12月1日に母校の真珠湾に向けて出港した。コネチカット州、ニューロンドンでの停泊後、パナマ運河地帯へ移動し、パナマ運河を通過、続いてカリフォルニア州サンディエゴで停泊し、オアフ島への航海を継続した。 1953年の大半は、ハワイ訓練海域での訓練及び評価演習に費やされ、さらに水上艦及び航空部隊の対潜水艦船訓練において標的艦として支援を行った。1954年1月、和風は太平洋西部で第7艦隊に加わり最初の西太平洋配備につく。およそ6ヶ月の間、和風は、 第7艦隊の艦艇とともに様々な訓練に従事し、さらに極東の港を訪問した。6月に新珠湾に帰還し、最初のオーバーホールを経験した後、ハワイ諸島において沿岸活動を再開した。1955年3月、多忙な訓練スケジュールから離れ、タヒチを訪問する。この巡行を終えると、ハワイでの任務を再開したが、 11月に2度目の第7艦隊配備に赴く。和風は、香港、台湾の高尾、グアムのアプラ港、日本の横須賀、フィリピンのスービック湾を訪問した。1956年5月に配備を完了し、新珠湾に帰還後は、沿岸での活動及び訓練演習を再開した。通常任務は4月に中断され、オーバーホールが行われた。 作業は1957年10月まで行われ、11月に和風はタヒチへの成長巡行を行う。ハワイ帰還直後、真珠湾を出港し西太平洋に向かう。極東での半年に及ぶ配備の大半は通常の訓練作戦及び各国の港に対する親善訪問で占められた。1958年6月に真珠湾に帰還すると、 和風は第一潜水戦隊における運用、管理上の優秀さが証明され、戦闘効率賞を受賞した。ハワイ諸島における任務の大半は、訓練任務に費やされた。11月に、新珠湾海軍造船所で2ヶ月間の修理が行われ、作業が完了すると1959年1月に沿岸での活動を再開した。6月、和風は、 1> 第1潜水船体から第7潜水船体に転属となる。7月に再び極東に向けて出航した。再び訓練演習において、第潜水艦船の標的艦を演じ、いくつかの艦隊演習に参加した。1960年初めにオアフ島に帰還し、2ヶ月間の通常任務後、新自湾海軍造船所で後半ヨーバーホールが行われた。 作業は8月後半に完了し、回復訓練の後、ハワイ諸島における通常任務を再開した。1961年初めの3ヶ月間は通常任務に従事し、3月末にバッテリーの交換作業が行われた。4月後半に再び海外配備の準備に入る。5月22日、和風は新珠湾を出港し西へ向かった。 第7艦隊との航海で、横須賀、佐世保、函館を訪問し、沖縄の那覇に停泊した。極東における6ヶ月間の作戦活動を呼び、訓練の後、11月7日に、新珠湾に帰還した。ハワイ海域での1年間の通常作戦任務の後、1962年12月に、再び西太平洋配備の準備を始める。 1963年1月15日に、新珠湾を出港し6ヶ月間の配備に着く。この配備の間、和風は大阪を訪問した。7月15日に任務を完了し、新珠湾での通常の訓練活動を再開した。任務は後半囲オーバーホールのため、1963年10月から1964年4月まで中断された。 1964年の夏、和風は、真珠湾を拠点とする、沿岸活動に戻った。しかしながら8月に、トンキン湾事件が発生し、和風の配備の様相は変更となった。和風は11月に極東に戻ると、トンキン湾事件により、アメリカ軍のベトナム戦争への関与は一層、増加していた。その結果和風は拡張配備の間ベトナム海域への二度の、 派遣を命じられた。和風は1965年6月にハワイに帰還し、1966年2月まで沿岸での活動を継続。その功績により海軍主君部隊賞を受賞した。1966年の西太平洋における巡航は2月17日に始められ、8月29日に終了した。和風は 第7艦隊の演習及び港湾訪問を完了すると、ベトナム沖の戦闘地帯に戻った。オアフへの帰還に際して、ワフーは通常任務を再開し、それは17ヶ月に及ぶ、広範囲オーバーホールで中断された。このオーバーホールでは、新型のパフズパッシブソナーシステムが収納するため、ワフーの船体は15フィート延長された。 オーバーホールは1968年6月、後半に完了し、回復訓練の後、新湾沖での沿岸活動を再開した。1969年2月11日、和風は、オアフ島を出港し8度目の極東展開に赴く。配備では短期間のベトナム戦闘地帯への巡航を含み、それ以外の期間は、 極東の港湾訪問及び第七艦隊との演習に従事した。8月14日に新ジュアに帰還するとハワイ諸島で通常の訓練スケジュールを再開した。9度目の太平洋西部における配備は1970年4月1日に始められた。4月の最終週、再びベトナム戦闘地帯に短期の巡航を行う。しかしながら残りは 前の配備のように、第7艦隊との通常作戦任務に費やした。和風は10月21日に、真珠湾へ帰還し、オーバーホールに入る。作業は1971年6月1日に、完了した。オーバーホールを終了すると同時に、真珠湾を出港し、和風は、新たな母港のカリフォルニア州サンディエゴに向かった。途中オレゴン州。 ポートランド及びブリティッシュコロンビア州バンクーバンを訪問した。その後6月26日にサンディエゴに到着し、南部カリフォルニア海岸沿いに訓練及び他の沿岸活動を開始した。しかしながら母港の変更は太平洋西部における配備の終了を意味するものではなかった。次の配備では韓国の賃貸及び釜山を訪問し、韓国海軍艦艇と共に 作戦活動に従事した。配備の後半には、台湾を訪問し、台湾海軍との相互の対戦水艦船演習を行う。配備は1972年4月28日に、サンディエゴで完了した。5月に、水上艦艇及び航空機との短期の演習を数度行い、その後3ヶ月間のオーバーホールのため、ハンターズポイント海軍交渉に入居した。 作業は9月半ばに終了し任務に復帰。和風は沿岸での定時訓練、水上艦及び航空機との対戦水艦演習、水雷及び、機雷の評価試験を年末まで行った。1973年2月16日にサンディエゴを出港し、第7艦隊との11回目の配備に向かった。平時の任務において、再び行われた韓国海軍及び、 台湾海軍との相互演習がハイライトとなった。しかしながら、今回は、日本の海上自衛隊との対潜水艦船演習も、含まれた。和風は8月14日に、サンディエゴに帰還し、南カリフォルニアでの作戦活動を再開。この任務におけるハイライトは、潜水艦同士の戦闘訓練であり、その中には、魚雷発射訓練も含まれた。 1973年の大半と1974年の前半5ヶ月は沿岸での活動で占められた。1974年6月14日にメアアイランド海軍造船所に入居し、拡張オーバーホールが行われた。作業は1975年7月まで続き、7月23日にオーバーホール後の海上講味を完了。 ワシントン州シアトルでのシーフェアを訪問した後太平洋北西部において並走システム及び電子機器の正確性確認の大やけみを行い8月28日にサンディエゴに帰還したその後沿岸での活動を再開しその中には11月に行われた新民艦長のための訓練艦としての巡お及び12月の回復訓練も含まれた 多忙なスケジュールは1976年4月、初めまで続いた。4月2日、第7艦隊との配備を再開するためワ風フはサンディエゴを出港した。この任務には、第7艦隊との演習及び、韓国海軍部隊との相互演習、海兵隊及び、韓国海軍と共同で行われた、シールズの訓練が含まれた。 配備は9月8日に完了し、帰国の音につく。10月初めに、サンディエゴに帰還し、南カリフォルニア沿岸での作戦活動を再開した。1977年9月6日、和風は、大西洋艦隊に転属となり、サンディエゴを出港した。パナマ運が、コロンビアのカルタヘナ、フロリダ州マヤミ、ジョージア州サバンナを経由し、10月15日に、 コネチカット州、ニューロンドンに到着した。11月1日、和風は、姉妹艦のトラウトを、入手予定である、イラン海軍の乗組員の訓練を開始した。訓練は、翌78年の夏まで続けられ、その中には78年初めに行われた演習、リデックス1から78を支援するための、カリブ海への6週間の巡航も含まれた。 1978年7月6日、和風はフィラデルフィア海軍造船所でイラン海軍へ対応のための拡張をオーバーホールに入った。これらの計画は1979年3月1日に発生したイラン革命によってすべてキャンセルされた。和風は1980年6月27日に退役し他国で収益する。 同級潜水艦のため部品が取り外された。和風は1983年7月15日に除籍され、1984年11月にスクラップとして売却された。和風はベトナム戦争の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。